サブ4ってジョギングより速いじゃないですか、はい、そうですね、そうするとジョギングのトレーニングだけでは不可能なんです、はい、はプラスアルファペース走とかちょっとスピード練習とか、はいわゆるトレーニングというメニューをちゃんとこなしていかないとその域に達しないんです。はー、陸上競技、ね、レベルが陸上競技になるわけ。はい、やる気元気モレキチャンネルです。お願いします。さあ、金鉄彦さんに。さあ、今回もですね、金鉄彦さんよろしくお願いします。さあ、今回はサブ4編でございます。はい、ここやね、ここですね、うん、このね、サブ4って、はい、僕なんかはずっと短距離選手でやってるんだけど、うん、マラソンやってるよねっていうイメージあるけど、はい、フルマラソン実は4時間11分で止まってるんです、はい、おー長い、意外、何回もう意外ですよね。何回走っても4時間半、4時間40分、はい、4時間11分でもう止まってます、うん、でもサブ4という言葉があって、はい、4時間以内にフルマラソンを走るのが、うんうん、はい、まあ一つの上級者ですよね。まあ一人前って言われる。例えばね、ランナー同士でこうやって会話しててね、はい、ベストタイムいくつって、うん、サブ4、はい、おー、大体こんな感じ。その会話聞いたことない。4時間を切る、はい、そうそうそう、ここなんですよ。で、はい、森脇さんはね、特殊だって早く走れるのに、はい、マラソンだけ遅いって特殊なパターンの絶対調べたんですよ。サブ4って1キロ5分40秒ぐらいのペースで走り続けなきゃいけないんだけど、うんうん、実際はまだ給水とかロスタイムとかあるから5分ね、2、30秒ぐらいで走り続けなきゃ、結構早いよ。で、普通の人でそのスピードで走ることさえ難しいから、うん、だからそこがやっぱ一つの壁になるんですね。で、森脇さんは1キロ3分30秒で走るとすごいですよ、3分20とかでやるもんね。多分ね、うん、あの長ければ長いほどあの沿道の人と喋ってますそうですよ、それが仕事やからね。はい、でもそこでもね、サブ4を絶対目指してる人がいっぱいいると思うんで、目標も多いと思う。これを金さんに、はい、ね、今回きっちり教えてもらいたい。そうそう、まずこれもサブ4もなぜかっていうのがあって、理由があって、はい、初心者から、まあ、徐々にこうジョギング始めるじゃないですか、はい、でジョギングってだんだん速くなるんですよ。痩せて体重が増えるとか、絞りできてね、筋肉つくとかね、心肺機能つく、自分で速く走ろうと思ってなくてもだん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 速くなるんですよ。じゃあどのぐらいになるかっていうと、大体まあ最初8分、キロ8分かかったのが7分ぐらいになって6分ぐらいになって、キロ6、1時間10キロっていうね、うん、一番分かりやすい、はい、そうですよね、キロ6ね、うん、もうそこで、ね、10キロ1時間でいけるともう一発のランナーで、はい、誰とでも一緒にジョギングできるようになるんですね、うん、6分ぐらいが大体、はい、で、つまり6分でフルマラソンをずっと走り続けると大体4時間2、30分なんですよ。並みの森脇さんぐらい、はい、ぐらいですね、はい、つまり、はい、4時間台の前半のペースっていうのは42キロジョギングしてるだけなんですよ。これジョギングペース以上ではないんですよ。トレーニングも何やってる、ジョギング、ジョギング、うん、ただそれが長かったり短かったりするだけで、うん、でもサブ4ってジョギングより速いじゃないですか、はい、そうですね、約キロにして30秒ぐらい速いわけですよ、うんうん、この30がそうするとジョギングのトレーニングだけでは不可能なんです、はい、プラスアルファペース走とかちょっとスピード練習とか、いわゆるトレーニングというメニューをちゃんとこなしていかないとその域に達しないんですよ。だから難しい。こっからスピード練習とかが組み込まれてる。って ようやく初めてジョギングだけだったのが、初心者もジョギングだけだったんですけど、ようやくそういうのが入ってくる。陸上競技レベルが陸上競技になるわけ。まれに初マラソンでサブ4だったりする人いるんですけど、はいはいはい、まあ、周りにいません、うん、いますね、まあ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 3時間55分って気がしますね、はいはい、まあ、でその人たちはジョギングが早いんです、はい、最初から5分とか5分半で走る人はジョギングでもうそのまま行っちゃってもサブ4で走るから、うんうんうん、でもほとんどの人はそれは無理です、はい、初心者からもうゼロから始めた人はだいたい6分ぐらいで限界が来るんです、うんうん、はあ、そこがポイントです、はい、いきなり走ってサブ4の人とかはもうそのもともとジョギングのペースが速かったり、うん、やってるポテンシャルがあったっていう、まあ、運動能力も高いんでしょうね。運動能力高かったり、ね、何かやっぱりありますよね、うん、要因がね、かつて何かやってたとか、そうそうそう、別のスポーツを、もうそれ、まあ、一番で気づいたのはあの長谷川リージャンって言ったじゃないですか、はいはい、長谷川リージャンもいきなりサブ4で走ってるんですけど、で一時期ねトレーニング一緒に見ることになって、一緒にジョギングしようって言ったら早いんですよ、なるほど、もうジョグっつっても5分ちょっとぐらいですよ、
なるほどなと思って、だから行けたんだなって思いましたけどね、うんうんうん、ゆっくり走れない初マラソン何倍だっけ初マラソン3時間12分早いね早いね何も分かってない早いね早いねだから何にも分かってなくて、うん、野球走りで野球で2回目は2回目で2時間57分早い早い運動能力がすごい屈指ぐらいでもそこでじゃあ、うん僕とか、うん、頭打ってるランナーとか、はいはいはい今まあ5時間フルマラソン出たけど、まあ、5時間とかいう方、うんうんうんやっぱサブ4でどうしてもやりたいという方にメニューを、うん、はいまあそうちょっと隣、はい、隣一ついいですか、はい、サブ4行きたいけど行けない人は2パターン、はい、ちょっと何ですか、何ですかちょっとおもろ2パターンお願いします最初から、まあ、あのさっき言った、ね、5分ペースぐらいで走れる人いるじゃないですか、はいはい、でもこれも森脇さんですよ、はい、2つ目のうちの人とは森脇さんですけど、はい、このままぐずぐずぐずに歩いてしまって、はいはいはいサブ4ペース走れるのにもう歩いちゃったりして、はい、サブ4できない人あ、はい、でもう一つは、はい、そもそもサブ4ペース走ることはまだできてない人あーペースが難しい人で前者の森脇さんタイプ の,、ねはいはい、あのペースでは走れるんだけど後半落ちてしまう人は、はいはいまあ、大体、まあ、練習量が足りないか あとオーバーペースか前半つくんパターンですね喋りすぎる森脇さんのこと喋りすぎは少ない大阪マラソンであの道横切る人の自転車運んでそりゃそりゃかかるよそんな人は時間かかるよそりゃボランティアさんやったもんな途中でだからそういう人はゆっくり走れない人が多いので例えば LSD みたいな、まあはい、ゆっくりね、はい、本当に1キロ5分半ではいつでも走れるのに、うん、もうあえて7分ぐらいにして3時間とか4時間とか走り続ける練習をした方がいいそういう逆にゆっくりやった逆に逆に逆に森脇さん結構その長くゆっくり走るっていうのってやらないで、あんまり好きじゃないですか、うん、好きじゃないよ、まあ、どっちかやったら、まあ、好きじゃないなこれ310本のインターバルやってサクッとやって汗かいてひっくり返ってまあお風呂入っていっぱい飲みたいっていうもう3時間走とかちょっと苦手やな3時間走確かに今ね森脇チャンネルで3時間10個とかやったことないもんな多分走って倒れてる姿しか見てないんじゃないかな典型的な2つのパターンのうちの1つ典型的なそれはやってないんですよさあお前3時間ペースをやりますかってやったことないもんこの長いことやってるんだよ長いことやってるけどそれもしロケで言い出したらどうしたんですかなんかあるんですかや山ダッシュとかな15分山ダッシュとかなるけどねだってさサブホンスだって4時間近く走り続けるわけですよ練習で3時間ぐらいやらないと無理ですよあっおっしゃる通りおっしゃる通りだけどねそれおっしゃる通りだけどもやったことないわでもう一つの方が実はポイントで、はいまあ、多くの人が実はやっぱり5分30秒ペースってなかなか難しい、はい、いきなりは走れないからそういう人たちはやっぱちゃんとトレーニングメニューを作ってやった方がいいので、はい、ちょっとトレーニングメニューありがとうございますどんなメニューサブ4目標トレーニングでございますどんなメニューやろ1ヶ月前からですね、まあ、ねやっぱりね、まあ、最初はジョギングから始まっていってるんだけど、はい、徐々にやっぱりスピードを上げていかなきゃいけない、はい、この練習メニューやらなきゃいけない人は5分半でなかなか走れない人だから、はいはい、5分半で走れるような身体能力を高めていかなきゃいけないですね、はい、で例えば最初の方にビルドアップって入ってる、うん、ビルドアップや徐々にこう上げていく徐々に上げていく初めて聞きましたみたいなやめろ徐々に上げていくこの人ジョグしかやってないとしたら、はいうん、後半もずっと同じペースじゃないですか、うん、そうすると5分半では走れないので、はい、少しまず上げてみる、はい、どこまで上げられるかなって呼吸は荒くなってもいいから自分の今の能力ってどのぐらいかなって確認するようなまず練習が入ります、ね、それどんだけ上げていくんですかなんどいやもう苦しくなるまであ限界まで、うん、ダッシュまでしなくていいけども、はい、呼吸がはっはっっていうぐらいになるまでがどのぐらいのペースなのかっていう、はいはい、このレベルになるとやっぱりね GPS 付きの時計は必要です、はい、絶対、はいはいうん、ペースは分かんなきゃいけない、うん、でそれが終わって90分のジョギングをやったりとかね、うん、でここにねダブル S って書いてあるダブル S わかりますダブル S ダブル S こういうのポイントです、うん、何ですかこれダブル S、はい、なんで、はい、ウィンドスプリント
ウィンドスプリント、流し、流し、ウィンドスプリント、はいはい、流し、ウィンドスプリント、我々つまり、わかりますね、わかります、流しですね、7割、8割ぐらいだ、そう、7、8割ぐらいで、さーっとね、ダッシュじゃないけど、速い動き、大きな動きを作っていく基礎練習、どれぐらいの、いや、もうね、これ、ジョギングの後に入れる、あ、後に入れる、何メートルぐらい、まあ、大体50とか100ぐらいで十分、いきなりやっぱり速いペース走れないから、こういうビルドアップとかウィンドスプリントみたいなエッセンスを加えていって、徐々にね、スピード上げなきゃいけないから、ピッチも速くしなきゃいけないし、ストライドも大きくなきゃいけないから、それを作っていくんですね。で、そこからまあ今度前半の方に5キロのペースを1回とかあるんですけど、ここはもう完全に今までやってきたトレーニングでどのぐらいで走れるかのテストです、これは。ここでテスト、そう、全力で行っちゃったら持たないかもしれないから、ある程度今までのジョギングよりは速いペースで走ってみて、で、やっぱ5分半ペースで行ったから、5分半ね、まあ5キロを27、8分ぐらいですね、うん、今日はね、ほー、そのぐらいでいけるかどうか、早いな、ほー、ね、いけたら、うん、ある程度これは、まあ、もう最初の段階である程度レースペース、サブ4のレースペースが身についたってことになるし、もういけなかったらまたさらにね、いろんな練習やっていかなきゃいけないですけどね、テストできるんですよ、自分で、できるんです、ここで1回、へー、ここでまた一つのキーワード出てきたんですけど、レースペースっていうのが出てくるんですよ、レースペース、これは常に頭に入れておかないといけない、5分半ぐらいで、5分半ね、5分半ぐらいで楽に走れなきゃいけないから、そこを基準にして全てのトレーニングが組み立てられるんですね、5分半か、そうそうそう、この後に、まあ、ちょっとまだ呼吸が苦しいなという人たちのためにもう坂ダッシュとか、はいはい、これが大事、これは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 大事ですよ、何も言いましょう、社長、社長、何も言いましょう、社長、そうかやないし、そればっかりやったし、そればっかり、こればっかりぞ、これ好きだね、これは何も売らないぞ、社長、これは我々こればっかりよ、ずっとこれ場所が大阪城か山か場所ちゃうだけでずっとメニュー一緒これ赤坂のためのメニューじゃありません、サブ4です、サブ4です、おろいわ、赤坂ではありません、分かりました、でもそれ坂道ダッシュはやっぱ大事、坂道ダッシュはね、はい、市民ランナーには最適のスピード練習、あ、そうなんだ、そう、そうなんだ、最適の、どんなにゆっくり行こうとしたってきついじゃん、はいはいはいもう心拍数、はい、自動的に上がりますよね、はいはいはい、で筋力もつきます、はい、で腕振りも一生懸命振らなきゃいけないから、腕振りも良くなるし、はいはい、かつ故障しないんですよ、トラックでバーンって行くとほらふくらはぎとかアキレス痛めるじゃないですか、はいはい、上り坂ってねあんまり故障しないんですよ、しないね、しない上りやってる時はしないね、自信がありなぎってる、そうやろ、森脇さんだって足もう限界やって時坂をとりあえず行くって言ってるから、山最後ね、山でもペース上げんと走るというよりは心拍も鍛えられるから、そう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 、故障しないね、しない、しない、しない、下りは下りは故障します、故障すんで、だから坂出しはあくまでも上りです、これは上り、そのための坂出しなんですね、故障しないである程度の心肺機能も鍛えられるって、はい、この辺になってくるとほら5キロのレースペース想定出てきましたね、この辺はもう完全にレースペースを意識しなきゃいけないので、5分に30秒でプラス40分ジョグとかね、はいはいはい、終わった後も持久力を高めるためにジョギングすると、この辺になってくるともうやっぱり相当レベルが上がってきましたよ、してますね、はい、ペースとかできますからね、はい、あとはね、まあ、20キロビルドアップ、これ、はい、ここはもう20キロビルドアップ1ヶ月前ね、6分から5分切り、はいはいはい、一個徐々に上げていく、上げてくるね、でね、ここにはね入ってないけど、はい、フルマラソンの経験があんまりたくさん走ってなくて、はい、42キロは長いなと思う人はね、うん、はい、ここには入ってないけど30キロ走った方がいい、高いね、これ逃げた方がいいんですか、これ何週間前ですか、だいたいまあ3週間4週間前、そのぐらいだったら疲れ取れるから、あ、そうなんですか、うん、30キロ走やね、フルマラソンもね、よく走ってる人、初心者時代からまあだいたい年にね、はいはいはい、4、5回走ってるという人はもう42キロ走ることは問題ないので、うんうん、その人たちは入れなくていい、あ、うん、あ、そこや、その差もあります、なるほど、ほんと30キロ走って聞いたらむちゃめちゃ嫌な感じ、いや坂ダッシュ大好きなんだから、坂ダッシュ大好きなんだから、メニューのスケジュールの浮き沈みがすごい、あとね、意外に大事なのがどうですか、最後の、まあ、トレーニングして、はい、3週間前に1回疲れを取るんですけど、はい、その後にもう1回ペースを思い出さなきゃいけないから、はい、5分30秒で5キロペース走とかね、あ、こういうのやっぱりやらなきゃ、ペース走、ペース走、もう一回思い出さなきゃ、ここで思い出すんですね、2週間前に思い出させる、なんかちょっと本格的になってきました、ちゃんとしたトレーニングメニューを
サブ4をしっかり達成したい人はやらないとだろう。これはすごいぞ。あのランニングのメニューめっちゃ本格的じゃないですか、うん、ちょっとこう食事とかも気使っていかんダメなんですか。例えば体重がまだ重いとか、はあ、体脂肪率が高い人は多少炭水化物を減らして少し落とした方がやっぱ近道ですね、うん、ちょっと軽くね、軽くした方がいい。炭水化物を取らない、いわゆる白米を取らないとか、まあ取らない、おうどんとかいいね、食べてもいいけどちょっと少なめにするとか、ね、気持ち減らしていくっていうのが大事。まあ、締めのラーメンやめるとか。あ、そんなでもガラッと変えなくてもいいんですか。そのガラッとガラッと変えると体調を逆に壊すことになる。あ、へ、まあ、ここはそれぐらいまでに、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今回はサブ4目標のトレーニングでございました。また来ました。